先日うとめが我が家へ。夕飯の時に事件は起きました。まあ会話もぼちぼちして、だんだんと呼びたくはないけど、してました。私が冷蔵庫にもう一品あったのを思い出して、レンチンしようとして、しばらく席を離れた時、突然、娘の泣き声がしたからびっくりして振り向いたら、うとが出されたものは残さず食え。と、娘に無理やりトマトを食べさせていました。私も娘もトマトが苦手で、サラダなどの見栄えに飾りはするものの、食べるのは旦那とか、お客様。身内は、私たちが苦手なのを知っているから、無理強いはしないんです。うとめも知ってたんだけど。でも、この日はトメが庭で、もいできたというトマトがずらっと並んで、私は、匂いですでに毛を気味。もちろん娘も無視。それを、うとが箸で刺して、娘の口に突っ込んだんです。歯茎にでもぶつかったのか、嫌いなものを無理やり食べさせられたからか、抱っこしてもなだめても泣き止まず。私が、すいません、この子もトマト苦手なんですって、うとに謝ったら、せっかくうちで、もいできたのに、俺が作ったトマトが食べられないのか。食べ物を粗末にして、罰当たりだ。だから、こいつは、お前に似て頭が悪い。言葉が遅いのもお前のせいだ。藤子不二子。などと、聞くに答えない罵詈雑言を、私と娘に浴びせました。その剣幕に、娘さらにギャン泣き。確かに、娘は、2歳にしては言葉も遅いし、成長はゆっくりだけど、それでも毎日違うのが、すごくわかる。でも、今、それも私の前で言わなくてもいい言葉だし、トマトは、これっぽっちも関係ないと思う。私のことはともかく、娘のことを言われたことに切れて、娘を抱っこしたまま、冷蔵庫から、昨日の残り物、蒸気とは、別の料理を、うとの前にドンと置いて、ほら、出されたものは残さず食べろよ、と、鶏肉の炒め物を出しました。うとは、惣菜やレトルトに入ってるチキンエキスも嫌がるほどの鶏肉嫌い。生きてる鶏見るのも嫌だそうで、それを知っていたから、それまで、絶対に、鶏肉関係のものは、出しませんでした。うとが、お前は俺をバカにしてるのか、と逆ギレしたから、あんたさっき自分で言ったよね。出されたものは食えって。娘には嫌いだって言ってるのに、無理やり食わせといて、てめえは食わねえのか。いいご身分だよな、と、目の前に皿を突きつけ、睨みつけてたんです。とめは、うとの味方、旦那はおろおろ。それでも、鶏肉は別だとか意味不明なことごにょごにょしてたから。どこが、何が別なのか説明してもらえますか、と食い下がったら。お前みたいな嫁は初めてだと、捨て台詞を吐いて、旦那の部屋へ引きこもり。あんたは、何人の嫁を知ってるんだと、笑いをこたえるのが大変だったけど、その後はすっきりできました。つい我を忘れた口調になってしまいましたが、